カムイ、カムイ、どこにいるの、カムイ。カムイを探しているのか。さっき届け物を頼んだんだが、もう帰ってくる頃だろ。届け物を頼んだ。ねえクラム、それでもしあの子に何かあったら、私はあなたをどうするかわからないわよ。何？いや、ちょっと待ってくれ。待たないわ。いくらクロムといえども、カムイを危険な目に遭わせたら許せない。悪かった。だが、傷つくと決まったわけじゃ。おい、カミラ。あの子、迷子になってないかしら。転んで怪我をしてないかしら。まるでリズが初めて一人で出かけた時のフレデリクを見ているみたいだな。万が一あの子が敵に見つかりでもしたら、そいつらを皆殺しにしても足りないわ。皆殺し？カミラはさっきから物騒だな。そう、兄弟のことを心配するのは当然のことでしょ。だがカムイも子供じゃないんだ。そこまで気をもむ必要はないだろう。そうかしら。フレデリクだってあなたのことで散々心配しているわ。それはそうかもしれないが、あいつだってやりすぎなんだ。この間なんて出かけることを伝え忘れて帰ってみれば小言と説教の嵐。あら、何がいけないのかしら。進化として当然でしょ。ちょっとくしゃみをしただけで襟巻きを20本も買ってくるし。ああ、優しいのね。なくしても安心じゃない。俺がちょっと自分で何かしようとすると仕事を取るなと言い張る始末。クロムの顔を描いた絵をみんなの天幕に貼り付けたこともあるって聞いたわ。クロム様絶対死守という標語付きでな。あの時は恥ずかしくて死ぬかと思った。そんなフレデリックをあなたはどう思うの？まさか迷惑なんて思ってないわよね。まあ基本的には感謝しているな。長い付き合いだし信頼もしている。だが俺が出かける時にはどこにでもついてくるし。ついていくなんて当然でしょ。私はできるだけ密着するようにしているわ。あなたがカムイだとしたら、ほらこんな感じに。おい、実演しなくていいから離れてくれ。あらあら、赤くなっちゃって可愛いわね。寄り添って歩くのはお気に召さないかしら。そういうことではなくてだな。仕方のない子ね。それじゃあ次は優しく抱きしめてあげましょうか。待て、何を言ってるんだカミラ。それはさすがに冗談よ。私はカムイ一筋だもの。照れちゃって本当に可愛いわクロム。